県内は今日も午前中から各地で30度を超える厳しい暑さとなっていて、気象台は熱中症に警戒するよう呼びかけています。今日も県内は太平洋高気圧に覆われ、西から山越えの暖かい風が吹き込むフェーン現象によって各地で気温が上昇しています。午前11時時点の最高気温は蔵王で 33.5 度、丸森で33度、仙台で 32.1 度などと、県内19の観測地点のうち16地点で30度を超える真夏日となっています。県内の予想最高気温は白石で34度、仙台、古川で33度となっていて、仙台管区気象台では熱中症に警戒するよう呼びかけています。